ごめん、隠しとくのしんどいから言っていい？え、急にどうしたの？怖い。早く教えて。浮気した。なんで切るの？ごめん、インスタで仲良くなったこと、流れでしちゃった。罪悪感で、早く謝りたかった。それ本当なの？ドッキリとかじゃなくて。本当にごめん。最低。でも、インスタのことはこれっきりだから、もう会わないよ。でもの意味がわからない。一回きりでも、浮気は浮気だから。もう絶対にしないから許してほしい。ここで私はおじいちゃんに相談することにしました。おじいちゃん、夜遅くにごめんね。インスタの知らない子に彼氏取られちゃったよ。インスタさんはゆりえの友達ですか？ごめんごめん。うーとね、彼氏に知らない女の子から電話がかかってきて、誘われるがままついて行っちゃった感じかな。オレオレ詐欺に脇をつけて、私は両親の名前と年齢を必ず聞いています。違う違う、ごめんね、例えが悪かった。とにかく彼氏に浮気されちゃったの。別れるか別れないか彼氏と話し合ってる最中なの。困っているなら彼氏を連れてきなさい。説教します。連れて行きます。会って話がしたいと彼氏に伝えて会う約束をし、おじいちゃんのことは内緒で家に向かいました。知らない家に知らないおじいちゃんと彼氏は怖がっていましたが、ここでことの経緯を説明して3人で話し合いをすることになりました。彼氏が私の知らない女と浮気していたことをおじいちゃんに話すと、突然おじいちゃんの顔が鬼の形相となり、彼氏に説教を始めました。およそ1時間近く経過し、さすがにこれ以上はかわいそうだと感じたので、あとは2人で話すとおじいちゃんを説得し、この日は帰ることにしました。昨日はありがとうね。まさかゆりのおじいちゃんと話すことになるとは思わなかったけど。反省してる？反省してます。人生の大先輩に叱られると、自分のやったことがいかに最低だったか改めて思い知ったよ。おじいちゃんがあんなに怒ったところ初めて見たもん。でも正直順平がこれから絶対浮気しないとかは信じられないかな。反省はしてると思うけど。絶対しないよ。だってユリを悲しませて後悔してるから。浮気してそれだけ後悔する人がインスタで知り合ったこと簡単に浮気しちゃう？根が真面目なら絶対会う前に気持ちがストップするよね。私だったらもし知らない男からメッセージ来たとしても、大事な人がいるのでって断るか無視するよ。魔が差したというか、なんというか、ユリと付き合ってて安心しきってたから刺激が欲しくなった。おじいちゃんに言ったことと言い訳違うじゃん。おじいちゃんにはインスタの子にしつこく誘われてしょうがなく会ったみたいに言ってたのに、結局私欲かよ。しかも付き合う前に私になんて言ったか覚えてる？あんま覚えてない。自分が元カノに浮気されたから、自分は浮気される痛みを知ってるから絶対に浮気しないって言ってたんだよ。うん。うんって、私は安心させてくれる言葉じゃなくて行動が欲しいの、わかる？行動か。何すればいい？自分で考えてよ。インスタの女の子消しとかいろいろあるじゃん。女の子の連絡先全部消させるとか、束縛してるみたいで抵抗あるけど、浮気した後じゃそれぐらいしてくれないと安心できない。そこまではちょっとできないかな。一回の浮気でそこまでする必要ある？いやいや、おじいちゃんの説教無駄だったね。その場しのぎの謝罪で収めようとしてたんだ。もういいよ。わかった。別れよ。別れるまで行く？こういうのって浮気された側が納得しないとか議決しないからね。言葉だけなら何とでも言えるけど、行動してくれないなら信用はできないかな。行動はできないけど、もう絶対にしないから信じてほしい。却下。じゃあね。ここでおじいちゃんに報告。おじいちゃん、昨日はありがとうね。あれから彼氏とはなしたけど別れることになりました。めでたしめでたし。次はおじいちゃんみたいな人を見つけなさい。ユリエが幸せになることを応援して祈っているよ。おじいちゃん。